最新作が公開されたばかりのファンタスティックビースト。メインキャラクターはほぼ同じ俳優陣でキャスティングされている中、グリンデルバルド役のみ変更になりましたね。作品を見て驚いた方も多かったはず。今日はグリンデルバルド役交代についてをまとめてみました。グリンデルバルドは1作目の終盤で姿を現し、そして2作目では物語のキーパーソンでした。3作目以降も同様に敵方の中心人物となっていく予定です。これからどんどん登場シーンが増えていくという中で、2作目までグリンデルバルド役を演じていたジョニー・デップが突如降板してしまいます。一体なぜ？と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。降板の最大の理由として挙げられているのは、彼がイギリスの新聞社を相手に起こした訴訟で負けてしまったためだとされています。ことの発端は、ジョニーが2016年に離婚した女優のアンバーハードに暴力を振るう DV 夫であると報じられたことから始まりました。ジョニーはこの報道に対し DV 疑惑を否定した上で、名誉毀損だとして、これを報じた新聞社を相手に2018年に裁判を起こしたのです。しかし、裁判所は提出された証拠等で報道内容を概ね事実であると認め、2020年にジョニーの訴えはどけられてしまいました。この結果に対し、ワーナーブラザーズは彼に降板を迫ります。そして2020年11月6日、ジョニーは自身のインスタグラムでファンに向けた報告を行い、ワーナーの意向に従うことやファンへの感謝の気持ちを記した投稿をしていました。ちなみにジョニーはハリーポッターシリーズの大ファンを公言しており、ファンタビへの出演の際も契約書にすべて目を通す前にサインをしたという逸話が残っているほど。志半ばで降板となってしまったことにはかなりショックであったに違いありません。また一連の出来事は未だ決着がついておらず、2022年4月に新たにジョニー・デップがアンバー・ハードを相手に名誉毀損を訴えた裁判が始まっています。泥沼離婚劇とも言われている2人の裁判の行方に決着はつくのでしょうか。ジョニー・デップ降板のニュースを受け、彼のファンは怒りをあらわにします。裁判の内容に納得がいかず、不当な扱いを受けているとして、シャープジャスティスフォージョニーデップというハッシュタグとともに、ワーナーが制作しているアクアマンに出演していたアンバーを降板させろという署名活動が SNS 上で始まりました。これに賛同したのは100万人を超えるジョニーや彼の作品のファン。ジョニーだけでなくアンバーも DV とおぼしき行為を行っていたと裁判の中で明らかになったにもかかわらず、彼女だけ何事もなく出演できることがフェアではないと感じた人まで様々。俳優としてはもちろん、作品における重要なキャラクターであったからこそここまで支援の輪が広がったのだと推測できます。署名活動も虚しく、アンバーは作品への続投が決まり、ジョニーは DV 夫として作品からは降板させられるという結果に。納得がいかない結果とはなったものの、今後の彼の俳優として再び活躍する日を楽しみに待ちたいですね。ジョニーの降板を受けて新たにキャスティングされたのが名優マッツ・ミケルセンです。彼もジョニーと同様、ハリーポッターの大ファンなんだそう。これまで様々な作品で素晴らしい演技をしてきたマッツでも、同じ役を演じた前の俳優があれほど完璧にキャラクターにハマっていたことを少なからずプレッシャーに感じていたようです。制作陣はマッツに対し新しいグリンデルバルドの方向性を求めたものの、本人としてはこれまでジョニーが演じてきたグリンデルバルドとこれから自分が演じるグリンデルバルドとの橋渡しが必要だと考えたのだとか。結果として彼が演じた新グリンデルバルドは大成功だったと私は感じます。過去2作までの雰囲気を見せつつ、不気味さの中に人を引きつける色気のような魅力を感じさせるマッツの演技は共演者からも大絶賛だったそうですよ。まだご覧になっていない方はぜひ彼の演技に期待しながら見てみてくださいね。いかがでしたでしょうか。今回のグリンデルバルドのキャスト変更は新たなキャラクターとして見えるほど雰囲気が変わりました。
しかし、それぞれの魅力が引き立つ素晴らしいキャスティングであると思いませんか？この動画が良いなと思ったら、高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。